阪神は3日、本拠地甲子園で投手指名練習を行った。4日の楽天戦に先発する村上正輝投手、25、大竹幸太郎投手、28、西雄希投手、33、佐伯博人投手、25、に加え、2軍調整を続けていた伊藤正史投手、28、が合流した。 浦上は前回5月28日の日本ハム戦、甲子園、が雨で流れ、中13日での登板となる。監督も、休養、と言われたので、しっかりと疲れを取るように意識してやっていました。調整的には、いつも通り過ごしてやりました。とし、しっかりとリフレッシュできたようだ。連日2日のロッテ戦では、同学年の佐伯が完封勝利。 試合はチェックしていたといい、最近がああいうピッチングをしていたので、チームトップの6勝もしましたし、自分も続けられるように、初回からしっかりやっていきたいなと思ってます。と意気込んだ。